見市に来ているのだ。君市ってどういうところなの？藤子不二雄 A 氏の生まれ故郷なのだ。生まれ故郷ってことは、この前行った高岡市生まれじゃないんだ。小学校5年生まで氷見市に住んでて、高岡市に引っ越したらしいのだ。そうなんだ。で、ここはどこなの？旅行みたいなところなんだけど。氷見漁港なのだ。とりあえず朝ごはんを食べに来たのだ。まだ朝7時だよ。そんな漁港で何か食べるところあるの？ここなのだ。氷見漁港の魚市場食堂なのだ。本当だ。漁港で獲れた魚料理が食べれるのかな？もう営業してるの？6時半から営業しているのだ。じゃあ早く入ろうよ。もうすでに満員で1時間待ちなのだ。人が周りにたくさんいるんだね。みんな番号札を持って呼び出しを待っているのだ。ここはお店の前だね。本当に漁港の中にあるレストランなんだ。なので新鮮な魚が食べれると毎日朝から大人気なのだ。そろそろ自分の番が来そうなのだ。72番の方どうぞ。やっと入れるね。でも思ったより早く入れたよ。中はお客さんでいっぱいだ。お店の人も忙しそうなのだ。これがメニューだね。君浜丼っていうのにしようか。漁師の土鍋汁付きなのだ。漁師の土鍋汁が先に来たよ。中にいろいろ入ってそう。配膳ロボットが注文を持ってきたのだ。来た来た来た。これが氷見浜丼なのだ。これはゴージャスなのだ。漁港で獲れた魚だから新鮮だし、それが惜しみなくご飯の上に乗ってるよ。早速食べていくのだ。これは本当に美味しいよ。ネタは季節で変わるらしいので、また違う季節にも来たいよ。氷見浜はブリで有名なのだ。冬に来たら寒ブリも食べれるのだ。漁師の土鍋汁も美味しそうだよ。すり身と魚のアラが入ってる。魚の出汁と味噌が絶妙ですごいうまいのだ。すごい美味しかった。さて、次はどこ行こうか。藤子不二雄 A 先生の地元の商店街に行くのだ。あんなに大きく服部くんの看板があるよ。まさにここは藤子不二雄 A 先生のキャラに入る街なのだ。ほんとだ。街中に藤子不二雄 A 先生のキャラがいるみたいだよ。これからそれを見ていくのだ。ここは氷見漁港から商店街につながる道なのだ。キャラがいる通りは漫画ロードって呼ばれているんだよね。ここには服部くんのキャラと藤子先生がデザインした魚のキャラがいるのだ。忍者服部くんだ。服部くんの弟の心臓だ。忍者剣の獅子丸だ。これはブリのようなのだ。服部くんと心臓だね。ここの角を曲がると潮風通り商店街なのだ。ここにもキャラがいっぱいいるんだよね。商店街の一番北には北の橋があって、ここにもキャラがいるのだ。バランセールスマンだ。プロゴルファー猿だ。怪物くんだ。忍者服部くんだ。潮風通り商店街。
雨具専門店だって。看板のロゴもレトロだね。ロゴは全体的にレトロな感じなのだ。美容室カトレア、レトロモダンな感じがいいね。いかにも昭和のパチンコ屋って感じなのだ。この喫茶店すごい昭和レトロっぽい。時間があれば入りたかったな。のどかな感じでいいね。バス停にはモグロ福蔵がいるのだ。ドーンってやってるところだね。夜見たらちょっと怖そう。あそこにもなんか大きな壁画があるみたいだよ。プロゴルファーザルが木の根っこのドライバーでボールを打ってるところなのだ。しかし少年誌にゴルフ漫画なんて当時は初めての試みだったよね。そしてここにはブリに乗った服部くんたちもいるのだ。横にはブリに乗って飛んでる服部くんたちの絵もあるよ。レトロな食堂があったのだ。君潮風ギャラリーだって。ここも藤子不二雄 A 先生の展示かな。ここは藤子不二雄 A アートコレクションを展示しているのだ。1階は撮影禁止だったけど2階は撮影してもいいんだって。2階はざっとこんな感じなのだ。先生の漫画が読める図書館だね。まさに今少年が漫画を読んでいるのだ。獅子丸のぬいぐるみがあるよ。1階には藤子不二雄 A グッズも売ってたのだ。これは氷見市のために藤子不二雄 A 先生がデザインしたキャラクターみたいだね。ここも藤子不二雄 A 先生のグッズが買えるのだ。隣に座って記念写真も撮れるのだ。あんなところに有名なネズミがいるよ。ここからはマンガロードにあるキャラを紹介していくのだ。これはカニマルだって。これはブリをモチーフにしたブリンス。これはトビオをモチーフにしたトビー。これはタコをモチーフにしたタコハチ。忍者ハットリくんだよ。ハットリくんのライバルのケムマキだ。ケムマキの弟子の忍者猫カゲチヨだ。ハットリくんの弟の心臓だ。鳴き声がすごいパワーなんだよね。アンコウをモチーフにしたアンボスだって。イカをモデルにしたイカゾウだって。シマダイをモデルにしたシマシマ博士。エイがモデルのエイチョ。ポストの上にもハットリくんと心臓がいるのだ。これはビリケンだね。ちょっとマイナーだけどアニメにもなってるね。これはウルトラ B だ。超能力を持った赤ちゃんだ。これはパラソルヘンリー。 NHK でアニメやってた。これは誰でも知ってる有名なキャラ怪物くんだ。怪物くんのお供の狼男だ。
怪物くんのお供のドラキュラだ。そしてこっちがフランケンだ。これはマイナーだけど不気味でインパクトのあるキャラ、クロベーだ。こんなレトロな銭湯も見つけたよ、君温泉。しかし残念ながら廃業していたのだ。これは何だろう。なんか怪しいよね。仕掛けがありそう。これは服部くんのからくり時計なのだ。なんか大掛かりな感じだよ。どんなからくりか見てみるのだ。さて始まったみたいだよ。結構時間が長いので10倍速にするのだ。一応なんだかストーリーがあるみたいだね。どうも服部くんと煙巻が戦うストーリーのようなのだ。ここが光泉寺だね。お願いしで作られた藤子キャラなのだ。服部くん、怪物くん、プロゴルファーサル、モグロ福蔵だね。これは立派な石碑なのだ。お寺にまでこんな石のキャラ像があるなんてすごいよね。このお寺は1327年に創設された約400年続く由緒正しきお寺なのだ。お墓もあるんだね。こっちは何かな。おやす地蔵様のようなのだ。安産祈願のお地蔵様なのだ。このお寺には藤子不二雄先生が描いただるまの絵とか、手塚治虫先生から引き継いだ机とかが保管されてるらしいよ。今度は近くの道の駅君番屋街に来たのだ。道の駅っていろいろあるけど、ここはすごく人がたくさんいて栄えてる道の駅みたいだよ。ここにも藤子不二雄キャラの顔出しパネルがあるのだ。氷見名物や現地の野菜のお土産屋さんやフードコートなどもあるのだ。回転寿司もあるみたいだよ。ここはキトキトの魚とか干物とかを売っているのだ。本当に新鮮そうなお魚がいっぱいだ。日本海側の天然岩牡蠣は最高なのだ。こっちは氷見の乾物とかの名産みたいだね。ここはフードコートなのだ。お腹が空いたからなんか食べようよ。美味しそうなものがいろいろあるのだ。やっぱり氷見の名産みたいな食べ物がいいな。この番屋氷見うどんってのが氷見名物みたいで美味しそうなのだ。そうだね、これが美味しそうだね。食べよう。おろしきのこうどんなのだ。
をかけて食べるんだね。これはあっさりしていてすごく美味しいのだ。本当だね。君は美味しいものが多いよ。だね。この回転寿司も美味しそうなのだ。旅行も近いし、新鮮なお寿司が食べれそうだね。こっちは天然温泉の足湯があるのだ。結構歩いたので、これは癒されそうだね。よろしくお願いします。ではまた次回なのだ。